よいしょよいしょ。これが、パネポンはちょっと後ろに持っていくかかね。よいしょ。これで見えるかな？バッチリかな？オッケーかな？見切れたりしてないかな？よいしょよいしょ。よし、やりましょう。というわけでね、はい、コンパーカパ、マサダビパカです。今日もね、パネポンの、参加型配信をやっていこうと思います。フレンドコードとパスワードは概要欄の方に書いてありますので、よかったら参加していってください。ちなみに今日はちょっと配信時間が短めになっております。この後いくつか用事があるので、短めになってるんで、バンバン遊びに来てくれると嬉しいです。一緒に遊ぼう。ちなみにですね、なんかすごい急なんですけど、今から1時間くらい前に決まったことがあるパカなのね。明日からしばらく神戸と大阪に行ってくるパカね。なので明日明後日あたりはちょっと配信ができなさそうなのね。なので今日の配信を今やるって感じです。よかったらね、タングステンさん、よかったら遊んでいってください。よいしょよいしょ。ただね、急に決まったからね、大阪と、ね、神戸でね、半日くらいね、時間があるパカなんだけど、大阪神戸で何しようっていう感じパカなんだよね。じゃああれだな、誰か対戦してくれる人が来るまで間は CPU ってやってるか。よいしょよいしょ。昨日はね、なんかね、すごい頭がポヤポヤしていた一日だったので、ポヤパカだったので全然パネポンがうまくいかなかったんだけど、今日は多少頭が動いてる気がするので、昨日よりかはもうちょっとマシに頭が動くはずパカね。はずなんだけど、はずだけど、パネポンがうまくできるかどうかはまた別の話。どうやってこうか。いや、もう操作ボタン忘れちゃった。こうだ。あ、よいしょ。よいしょ。なんか落ちてこない。来るの待ってんだけど、向こうから。そこじゃない。もう一個ぐらい落としてこいよ。もう一個ぐらい落としてきなさいよ、あんた。分かってんだからね。待ってるんだから、こっち。この紫で。落としてきなさいよ。あ、よいしょ。あー、うん、順番間違えちゃった。難しいね、難しいね。あー、これじゃダメだ。ダメだ。どうしよう。ここに緑入れたいパカなんだよね。どうしようかな。どうやったらできるんだろう。こうやってずらしてここに緑を入れたい。こうだ。間に合わない。よいしょよいしょ。こうかな、こうかな、こうかな。パネポン始めて。タングステンさんよかったら始めて。パカもまだ始めたばっかりだからね、全然あれだよ、パカに勝てるよ。パカはね、もうね、そもそもゲーム自体をね、あんまりやったことがないから下手ピなんだよね。よいしょ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 。どうしようどうしよう。
ちょ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 、よいしょ。あれ消えない、消えないバカじゃん。よいしょよいしょ。ダメだ、消えない。難しいな、難しいな。よしよしよし。とりあえずステージ弱じゃね。あとね、バイオハザードを買ったから、Steam のサマーセールでね。来週あたりからバイオハザードの配信もしたいな。でね、バイオハザードは、RE2 と RE3 と、リメイク版じゃない方の456、あ、456って書いてあるんだけど、どれからやろっか ?2 からやろっかな、どうしようかなと思ってるところ。2から順番にやっていったらいいかな。時系列で多分順番になってるはずだよね、あれ。バイオハザードのうろ覚え知識なんだけど。多分時系列が、その、発売順にやっていくのがいいのかな。あ、でもリメイクだからどうなんだろうね。どうなんでしょうか。詳しい人がいたら教えてほしい。よいしょ。分かんない。よいしょよいしょ。今日はね、もうちょっと違う時間帯に配信したかったんだけど、どうしてもね、前の予定があって、後ろの予定もあったりすると、なかなか難しい場がね、もうできる時間がね、このタイミングしかなかった場があるんだよね。割と今日はね、分刻みのスケジュールだった気がする。で、ちょっとね、やばいのはね、さっき言ったんだけど、パカね、明日からね、大阪と、神戸に出張みたいな感じで行くパカなんだけど、まだね、飛行機とか何も撮ってないんだよね。だから今から撮る、今からね、探すんだよね。明日乗る飛行機を。明日っていうか、多分今から12時間後ぐらいに乗る飛行機を今から探すんだけど、大丈夫なのかな。さっきね、軽く調べたら、まだ空席はあるみたいだから、座席がなくて乗れないってことは、まあないとは思うんだけど、なかなかギリギリパカよね。ただ何をしようとかが何も決まってないパカなので、そこ心配パカね。で、向こうのそのパカを呼んだ人に連絡したんだけど、電話出なくて、さっき。今、近くにいませんっていう風になって。電話出ないから、どうしようと思って。リメイクはゲーム操作がラジオコン操作が三人称操作に変わってストーリーをもらえてる感じ。時系列重視な RE2 からがいいと思う。なるほど。確かにラジコン操作は、なんかちょっと、パカもあんまりやったことないから分かんないんだけど、ちょっと難しそうなやり方気がする。難しそうというか、やりにくそうというか、パカにはちょっと難しいかもしれない。まあ操作性がアップしてるんだったらいいかな。じゃあ時系列がなってるんだったら RE2 から順番にやっていこうかな。でもゲームの画質としては、多分リメイク版が多分一番綺麗なんでね、最近出たやつだから。多分そうだよね。
いやー楽しみパカね。楽しみって言いながら怖いのはパカ苦手なんだけど怖いのは苦手なんだけど、まあ楽しみは楽しみパカね。よいしょ。ちなみに普通に一人でやる予定なので決してユアラパンドラさんとの見守り配信とかそういうわけではありません。ただの一人でやる配信です。コラボもねいろいろしたいんだけどね、なかなかパカの予定がまだ分かんなくてね、決めあぐねているところはある。どうしようどうしよう、やばいやばい、ああやばあ、やみなさんコンパカパー来てくれてありがとう。よかったら対戦してってくださいね。今日はね比較的短めの配信なので、よかったら入ってきてもらって連続で戦ってもらっても。よいしょよいしょ。あ、やみなさんありがとう。パカはレベル3でやらせてもらいます。昨日はねちょっとねあまりにもポヤポヤしていたんですけど、今日はねもうちょっとね起きているので起きているというか、もうちょっと頭がはっきりしているので昨日よりかマシなはずです。パカさんレベル2でお願いします。了解です。じゃあレベル2でやらせていただきます。間違えた。2プレイゲーム、2プレイゲーム、2プレイのバーサスのですね。で、パカはレベル2でやらせてもらいますね。よいしょ。キアちゃんでいこう。よろしくお願いします。果たしてパカはレベル2にしたところでどれくらい持ちこたえられるのか。これ。にゃん。うん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 。違う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 、そうじゃないそうじゃない、ちゃんとちゃんとやろう、ちゃんとやろう、ちゃんとやるぞちゃんとやるぞちゃんと受けを考えて、よしよし。でむやみに消さないで次のを考えつつ、あタイミング、タイミング難しい。これ黄色で受けたいんだけど、うんーこうなっちゃうんだよね。待ってよ。一回落っことし、あ、ダメだな。くっつかないな。ん？どうしよう。ダメじゃん。あ、ダメだ。消えない。消えへん、消えへん、消えへん。ダメだ。あれ、今どうすればよかったんだろう。グレスケ。いや、皆さん、グレスケ。やば。もう、上級者のさらに上行ってるバカもんね。よしよし。ここのこれを消したい。おっとあん、うん、変な声出ちゃうよいしょ。あー、繋がなかった。あ、消えてしまった、消えてしまった。うん、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 こう。これは、どうしよう。この緑で消して、あー、今赤で受ければよかった。動かすのが間に合わないよいしょ。でこれすぐ消さないで、すぐ受けられるように残しといて、縦2列を揃えつつ、下を連鎖を組んで、ここは入らないか。よいしょ。
うまいな、この落とし方が。さすが、さすがすぎる。ここを消したいんだけど、こうか。よいしょ。黄色運んで、で整地をしっかりして、難しい。赤ないじゃん、赤ないじゃん。これただ消してっても多分ダメだな。おっと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 、もうここ消して、ああ一回勝たせてもらった、ありがとう。おタングステンさんが CPU と対戦して練習してくれてる。整地しつつ、よいしょ。こういう場合はどうするんだ？紫にしといて、こうか。これで多少連鎖になるでしょう。よいしょ。いや、落としてくるタイミングがすごい絶妙。で、こうして、んダメか。で、紫で受けて、同時消しを入れて、よいしょ。1列足りない。よいしょ、よいしょ。これはどうどうやったらいいんだろう。これを消して、こうして、ダメだ。エコーとかもう絶対無理だ。よいしょ。今、あーやばい、消せるとこがない。あ、偶然偶然、ラッキーラッキー。はあ、はあ、一回勝たせてもらった、ありがとうございます。あ、これあれさん、コンバーガバー来てくれてありがとう。矢村さん大ありでした、もっと修行してきます。あ、よかったら皆さん遊んでいってくださいね。ちなみに今日は本当にちょっと配信が短くて申し訳ないんですけど、10時40分くらいに終わるかなって感じです。よかったら入ってきてね。そう、あと急遽明日から大阪と神戸に行くことになったので、何かおすすめとかあったら書いてほしいバカね。今まだ緊急事態宣言出てるバカから、
あんまりね、いろんな人がいっぱいいるところには行けないんだけど、あ、いや皆さんありがとうございました、また今度遊びに来てね。あんまりね人が多いところには行けない場なんだけど、なんかねここ面白いよとかありましたらね教えてくれたら嬉しいです。大阪といえば何？なんか大阪ってたこ焼きとかお好み焼きってイメージがあるバカなんだけど、神戸ってなんだろう、神戸って何があるイメージ？あ、トッチーさんコンパカパ、よかったら遊んでいってね。神戸って何があるの？なんかねパン屋さんがいっぱいあるのは知ってる、美味しいパン屋さんがいっぱいあるのは知ってるよ。なんかさっきちょっと調べてみたんだけど、神戸と大阪もやっぱ緊急事態宣言の関係でいろんなところが休業中とか閉店になっちゃって、なかなかねどこ行こうかなってのがね決まってない感じなんだよね。あ、トッチーさんぜひぜひ入ってきてください。そうだから明日飛行機で行こうと思うんだけど、まだ飛行機を決めてないので何時の飛行機で行こうかなとかまだ何も決めてないし、日曜日の夜か月曜日に帰ってこようと思うんだけど、それをどっちにしようかもまだ決まってなくてどうしようかなみたいな。パカレベル3くらいでいい？よろしくお願いします。に2先でいい？日本選手でいい？あ、うまくいかなかった。おっと、やばいじゃんやばい、両側にタワーができちゃった。みんな旅なかなか今は行きにくいと思うんだけど、どっかそういう出張とかそういう旅とか行くときって皆さんって何を楽しみに行くバカ？それをね知りたいバカね。なんか食べ物を楽しみに行く人もいるし、その観光どこどこに行きたいって、あーダメだ西崎だからもう一回ねなんか美術館に行ったりとか、そうそう、ユニバーサルスタジオに行ったりとか、そういうのを楽しみにする人もいるし、なんかホテルでゆっくりダラダラするとか温泉とか楽しみにする人もいるばかじゃん。みんなはなんか旅するんだったら何を目当てに行きたい？あ、リクエム課長さん来てくれてありがとう。食べ物、やっぱ食べ物ね、食べ物大事だよね、美味しいもの食べたいばかよね。間違えたし、順番間違えたし、ちょっと待って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 待って待って、タイム連鎖のことばかり考えてたらやばい、20秒だって、やばちょっとちゃんと両サイドを見るぞ、今度は両側を見て、よくこう開幕にいっぱいこう遅れるよね。ちょっと待って、消せるのないんだけど、紫だし消せるのないんだけどありがとうございました。よかったらね他の方もねどんどん入ってきてねそういえばさっきさ今そのいちごなごみさんがね主催してらっしゃるVTuber パネポン道場巡りっていう企画があって、でちょっとねワニワさんって VTuber さんのところにですね初めてお邪魔して、めちゃめちゃ強いんだけど、そちらでね対戦をさせてもらったパカのね。でワニワさんはレベル9でパカはレベル3でやらせてもらったんだけど、まあ瞬殺されたんだけどやっぱりね、めちゃめちゃね、カーソルの動きが遅くて、あ、これはさ、よかったら入ってってください。
遊んで遊んで、やっぱりめちゃめちゃカーソルの動きが遅くって、これなんか多分通信環境の問題だと思うんだけど、なんとかしてね解決したいバカなんだよね。でもカーソルの動きがなんか押してから反映されるまでになんか 0.3 秒くらいある気がして遅い気がしたんだけど、でも押してはいるわけだからもうちゃんと反映されることを信じてすぐにこう操作を進めちゃっていいのかな。なんかちゃんと見た目で動いたの確認しちゃいとパカで、なんか不安でなんかえあれちゃんと動いてるのかなって思っちゃうんだけど、よいしょ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 、よいしょ、おっとおっと、これはやばいのでは、これはやばいのでは、慌てないで焦らずに、よいしょ、慌てずに慌てずに、で、そうこうしてる間にこれを並べておいて、あーダメだったーダメだったー、よいしょ、赤赤赤こう、うーん、うおーめっちゃ降ってきたー、めっちゃ降ってきたー、やばい、これダメ、これダメだ、消せるとこがない、紫、間一発、だよ、赤で、もうすぐすぐ、やばい、おーっと、消えない、お邪魔が消えてくれない、よいしょ、消えないよ、しかもコンクリートみたいなやつがいるよ、こうか、黄色で消して、よいしょ、これじゃあ一個ずつ消してるだけだから連鎖でも何でもないんだよね、どうしよう、あー消えちゃった、ダメか、どうすればいいのこれ、どうすればいいのこれ、一体どうすれば、こうか、こうしてこう、こういう時はどうすればいいんですか、よいしょ、おー勝てた、一勝させてくれてありがとう、結構耐えてる、でも3と9だよ3とキューバかよ以上、消えてほしいのに何も消えないっていうなんでいやーまだまだお勉強が足りないばかね、おっちょ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 、待ってすごい来た、やば、いや
よし、次こそ。まず基本を大事にしよう。まず整地。まずは整地をして、ちゃんと消えた先のことを考えながら消して、よしこい。よしこいじゃないよね。これは消えない、消せない、パネルの数自体が足りない。いいよいしょい。どうしよう。あ、一緒でした。ありがとうありがとうありがとう。見先なのでもう一回かな。それで終わるかな今日。もう一回もう一回。あれこれさ、もう一回やろう。二先やで、二先。レベル4567って何が違うんだろう。速さだけかな。よかったらこれさ、もう一回やろう。有線でやってますか。有線、無線で、無線の Wi-Fi でやってる。あ、もしかして、あれ？スイッチに有線で繋いだら速くなったりするかな？パカ5でやってみる。どうなんだろうね。有線考えてみようかな。よろしく。なんか指が邪魔。なんか指がある。にゃん！はい偶然、はい偶然。偶然なんかが起きた。みんなどういうふうに頭の中で考えて連鎖組んでるんだろう。すごい気になるとかね。よいしょ。大丈夫大丈夫、対応できるよ。よいしょ。あれ対応できてないじゃないですか。何が対応できてるだよ。全然対応できてないじゃないか。えいよいしょ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 。はい、上の方やば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 い、やばいやばい。はい、ちゃんと消して、ちゃんと消してください。よいしょよいしょ。こうかな。よいしょよいしょ。こういう場合どうすればいいんだ。大阪と神戸、本当にどうしよう。何しよう。何をしよう。やっぱレベル9すごいね。有線の方が安定するイメージ。なるほど、なるほど。じゃあこれ、任天堂スイッチのこれに有線をつなげるための何かがあるのかな。調べてみよう。とりあえず整地して。待った、やばい。やばい。何も消えない、何も消えん。こうか。どうしよう。おっと、また上に来てる。こう？違う？違った。間違えました。すいませんでした。ごめんなさい。間違えました。へんへん。ダメ。あはははは。へんへん。1対1。よいしょ。
おっと上げすぎちゃった。さっきパカが勝ってコリアさん勝ったから、これあと今1日だね。あ、待って、6にしていい。これで T 勝った方の勝ちだね。これで今日の配信最後になるかな。ラストよろしくお願いします。コリアさん上げすぎないように注意だな。ちゃんと下げて、あー困るところに落ちてきた。これいけるか。こうか。こうして、あー間違えちゃった。どうしよう。消せるところがない。ここが消せて、こうして、こう、あーダメだ、あーダメだ、消えない。やばい、やばやばやば。こう、あー消えちゃったよー。下の方で消しつつ、段差を鳴らしつつ、よいしょ、整地して、こう、はあはあはあ、ギリギリ。よしよしよし。でも3も差つけてもらってるからな。3も差をつけてもらってるからな。生きったら恥ずかしいバカね。こうじゃない？これで消えるのでは？はい、上、はい上、あーせっかく消したのに。この同時消しに目がいって、今度はこの横に全然目がいかないっていうね。もう1個やるとね、すぐ1個ダメになっちゃう。よーし、1対1だ。いい感じ、いい感じ。こうして、こうして、ん、あれ、そうじゃないんですけど。考えてたらダメになっちゃった。いやー残念。もうちょっとね、同時にいろいろ考えられるように練習しておこうと思います。というわけでね、今日はね、配信短いですけど来てくれてありがとうございました。またね、遊んでくれたら嬉しいパカね。今日ね、お話しした通り、明日からパカしばらく神戸とか大阪の方に行ってしまうので、少なくとも明日、明後日、土日は配信がないと思います。もしかしたら日曜日に帰ってこれたら遅い時間に配信ができるかもしれないけれど、多分月曜日以降になると思います。よかったらまた見に来てくれたら嬉しいです。今日もね、見てくれてありがとうね。ありがとう。気をつけて行ってきます。今日遊びに来てくれた皆さんありがとうございますね。タングステンさん、ヤミナさん、トッチーさん、オレアレさん、いっぱい遊んでくれてありがとうございました。じゃあね、気をつけて行ってきます。じゃあ、バイバイ、バイパカー。